江戸時代に駿河の国で病死した琉球王国グシチャン王子の法要が静岡市で営まれました。グシチャン王子の法要には静岡市の難波隆市長や那覇商工会議所の金城克也会頭らが参列しました。王子は1610年に将軍謁見に向かう途中、駿府の地で病に倒れて亡くなり、徳川家康の指示で政権寺に埋葬されました。法要は地元の人を中心に行われていて、2020年からは羽衣フーズが執り行っています。法要後は伝統芸能琉球舞踊が奉納されました。